アートベース S にて DT タイムスコラボ T シャツ開封編。西尾ウエサイダヒーズ。アートベース S です。いやー、入っていいです。早速大きい絵がボンボンと見させてもらってもいいですか、ね、はい。じゃあ、まずこちらの人気バンドのマン・イザ・ミッション、うん、ほうかん、わかります。はい、だろうなと思ってました。それのシーデロンの発売のプロモーションで、はい、ポスターでやるんじゃなくてライブペイントで街で突然ゲイが描かれていくっていう、はい、プロモーションで描いたんだけど、本番の前の練習の絵です。いや、練習でもなんかすごいクオリティが練習のレベルじゃないですけど、これはすごいな。もうこれの本番用のやつもうちにあるんですけど、はいはい、マン・イザ・ミッションさんからいただいて、はい、うちの、ここもお宝の絵です。ですよね。日本人が欲しかったです。もうファンからしたらたまらないぐらいの絵ってことですね。はい、すごい。いやー、でこっちの絵は感じけど、ですね、2012年アムロナミエさん、20周年。これも同じくアルバムのジャケットを発表するときに、はい、ライブペイントで描いていた時の、またこれも練習です。顔のところに入っていって、はい、本番に挑んだんですけど、いや、入ってきてすぐに分かったそうね。これ、アムロちゃんじゃんって分かったし、これがまた練習用なんですね。そうですね。これ、実寸大の大きさなんですよ。だから本番はこれが分量が積まれてて、一回アムロちゃんが完成した。うわ、これまたファンからしたお宝やね。すごい、もうこの入り口だけですでに圧巻なんですけど、そうです。あ、奥にもたくさん、はい、奥が配信とか対策を描くところのスペース。うふふ、ちょっと待ってくださいよ。嘘でしょでっかっ。え、これはもう僕も今日一日で十分に分かるような絵になってますけど、こんなにでかい絵描いたんですか。そうですね、西尾氏をテーマにした小さくです。すごい、しかも細かいんですよね。これ僕さっき見てたんですけど、これはすごいわ。ウェッサイ、本日のメイン、コラボレーションでデザインした ET タイムス新作 T シャツお披露目です。はい、早速開けてもいいですか。はい。すごい。色すごい可愛くなってますね。こちらが僕のチャンネルの。すごい。いい色。これ後ろがすごい可愛い。DT タイムスのアイコン、モアイ像の T シャツが一つ目。モアイ像なんですけど。今ちょっと自分のイメージ通りに色が出てる。いや、いいですね。うん。うん。めちゃめちゃ可愛い。しますって思い出して。そしてもう一枚の T シャツはこちら。じゃん。おー、すごい。かわいい、普通に色違いで。バスケットボールにオフタイムを閉じ込めた、その名もアロハボール T シャツ。バスケットボールになってるんですよね。なんでバスケットボールの花柄、これ女性も着やすくていいですね。これはいいですね。バスケットボールがオフな感じで、はい、はい、店内にぴったり。そうですね、炎上色青ですね。これも僕の DT タイムズのチャンネルのこの商品になります。嬉しい、ありがとうございます。すごい気に入ったんですけど。よかったです。一緒に作れて楽しかったです。いや、楽しくて、もう電話もね、もうずっと長電話でああでもないこうでもないってお話ししたので。いやー、すごいいいっすね、これ本当に、うん、めっちゃ鮮やかですよね。ちょっとこれ着て、ちょっとどっか行きたいですね。僕らが知り合ったきっかけになる、フレッパーこのまま着て行っちゃってもいいですか。時間とか大丈夫ですか。フレッパーですか。はい、ちょっとギリギリだけど、はい、行っちゃいましょう。行きましょう、はい、すぐ行きましょう。西尾ウエストサイドヒッツ、ウエストサイド。西尾ウエストサイドヒッツ。